ですね。でこの爪もみっていうのも奥が深くてですね、どこをもむかっていうとね、これも結構爪のですねこことかじゃないんですね。つまりこことかではないんですね。もうちょっと正確に言うと爪のですねここなんですよ。ここですね。よくこの上の方をつまんじゃったりとかってしてる方いるんですけど、そこじゃなくてここです。はい、この爪の根元の両脇、ここにですね神経の束がですね密集してるんですよ。だからこの神経の束を刺激することで神経の流れを良くしていく、で自律神経に効果があるっていうことです。ここを刺激するっていうことです。で刺激の仕方は2種類あってですね、そのままギュッとつまむのもいいです。でそれが、ちょっと、自分の心地いい方でいいんですけど、揉むっていうことです。手を動かして揉むかギュッとつまむか、どっちでもいいです。自分の、心地いい方でいいですので、それを約10秒間一つの指にギュッとして10秒間、それで次10秒間っていうふうに、どっちからでもいいです。小指からでもいいし親指からでもいいし、とにかく一つの指で10秒間やっていくということなんですね。でそれぞれの爪に効果がねやっぱ違うんですよ。それぞれ、症状によって違うんですね。例えばですね、親指はどういうのにいいかっていうと、咳とか喘息出る方で、リウマチとかドライマウス、口が乾くとか、アトピー性皮膚炎の方は親指を重点的にすると。で人差し指は潰瘍性大腸炎、大腸炎とか胃とかね、十二指腸肝炎、胃腸に特に不調の方ね。で中指は耳鳴りとか難聴、耳鳴り難聴、うちの嫁さんも耳鳴りってよくするんでね、中指よく揉んだ方がいいよって言ってるんですけど、あと薬指がですね低血圧とか低血糖、眠さ、だるさ、軽いうつで、小指がですね脳梗塞とか認知症、パーキンソン病、物忘れ、大丈夫ですかね、物忘れ、それから不眠とかですね、高血圧、血糖尿病とかいろいろあります。で今言った中でもしね、例えば自分は耳鳴りが、多いなという場合はですね、その指だけ、その指を基本的には5本揉むんですね。5本揉むんですけど、自分の症状があるとこの指を20秒してもらうということです。10秒多くするってやるといいですね。特に厳密にはね決まってないんですけど、そうです、基本的にね、揉むのは5本指全部です。この1本だけとかじゃなくて5本指全部です。それをやってもらうといいです。で1日あんまりやりすぎないことですね。せいぜいもう 2,3 回でいいです。やりすぎてもあかんね。はい、あんまり頑張ってやりすぎても逆効果になるので、1日せいぜい 2,3 回でいいです。だから思い出した時にやるだけでいいんですよ。もう毎日ですね。はい、三日坊主になってしまうのよ。三日坊主でいいんですね。また思い出したら、2日3日後にやると、それでいいんですよ。僕なんか車よく運転するっていうか、仕事からね運転するので、信号待ちとかでよくやってます、こういうふうに。はい、暇な時にね、テレビ見ながらとか、そういうふうに。そうそうそう、はい。そういうのをねしてほしいなと。爪もみっていうのはね、本当に大事なこと、地味なんですけど結構大事なことですね。それが2つ目ですね。で3つ目がですね、これは、頭部マッサージっていうですねやつです。これも自然療法なんですけども、この福田さんがね推奨しているやつです。頭部マッサージ、頭のですねマッサージなんですけど、こういうふうに、これ後ろ顔としますよね、後ろの顔、そうしたところラインをですね、大体でいいんですけども、つむじがこうありますね。つむじからこう下に直線に下ろすラインと、この耳の方に行くラインと、であとこういうライン、このラインをですね揉むということです。でなぜ大事かっていうと、頭間側熱っていう考え方があるの知ってますかね。人間っていうのは頭間側熱の状態が一番ですね健康な状態なんですね。頭部の方が涼しく、足の方が熱くっていうことですね。これが一番理想的な状態なんですね。よくですね、
頭が顔がほてるっていう方いますね。顔がほてってですね、なんかしょうがないんだって、これいいですかね、これ良くないんですね。顔がほてってるっていうことは、逆ですよね、これと、うん、ですから良くないんです。それは冷えがあるっていうことですね、うん、でこれ勘違いする方もいてですね、頭寒くしたらいいんだったら頭ですね氷水で冷やそうかって冷やす方いるんですけど、これもダメなんですね。そういうことではないんですね。頭が、冷やせばいいってことじゃないんですよ。頭が普通の状態で足の方があったかい状態、これが理想的です。うん、で頭がですね、これ熱持つ状態ってなぜ悪いかっていうと、ここにですね結局血液が鬱血しちゃうんですよ。ここに血液が溜まって熱くなったりするんですね。でここに血液が溜まっちゃうっていうことは、例えば頭痛持ちとかね、頭痛の方はここに血液がよどんでですね溜まってる方多いんですね。ですからここの流れを循環を良くしてやればですね、自然と頭が涼しい状態になっていきます。循環が当然良くなるんですから。だからどうするかっていうと頭部マッサージですね。でとこの今書いたラインをですね、中心にこうほぐしていく。でその時は、こうグーの形をしてですね、ここの尖ったところ、ここで、こういうふうに刺激していくんですよ。こういうふうにゴシゴシとこういう感じで、うん、これも別にこのままでいいんですけど、こういう感じでね、自分でゴシゴシしていくんですね。そうするとそれだけで、頭部のこうゴリゴリって硬いのがほぐれていって、流れがよくいいでしょ、うん、だこれね非常にいいんですよ。あまりしないですけど、これやるだけでね、ちょっと頭痛だったのがですねスッとしてきたり、ちょっとしたことなんですけど、別にこう、うん、こういうのでゴシゴシやってもいいですけど、まあ、ここを使ってもいいし、やりやすい方で、指先でもいい、はい、指先でもいいですので、とにかく頭をマッサージする、これね結構気持ちよくて大事なことです。で頭部の血流良くなりますよね。ですから毛髪にもいいと思います。毛髪が最近ちょっとねこう気になって細くなってきたとかっていう方にはいいと思います。でも福田さん推奨している割にはですね、福田さん頭ツルツルなんですよまあ別にいいんですけど福田さんとこれ娘さんとね一緒にやってるということで、福田さんはちょっとやるのが遅すぎたのかなと思うんですけど、まあ、その頭のマッサージっていうのがあります。でそれともう一つ最後ですね、これが何かというと、仙骨マッサージっていうねやつなんです。これも福田さんの推奨してるやつです。仙骨マッサージっていうのは、仙骨っていう部分はご存知です？うん、仙骨、うん、よく聞きますよね。仙骨っていうのはここですね、お尻のちょうど、ええ、こういう骨です。尾底骨はその仙骨の下に、下についてます。はい、一番下ですね、はい、その上が仙骨ですね。はい、でここの部分っていうのもまた大事な部分で、なぜかっていうとですね、ここの上にはですねこう骨が乗ってるわけですよね、背骨が。腰椎が5個とですね、でこの胸椎っていう背骨が12個だと思います。で最後首が、7個ですよね、それで首が乗ってるわけですね。だからその背骨を支えてる一番根元が仙骨なんですね、一番大事なところなんですよ。で当然ここには負担がかかりますので、ここにはですね逆に言えばいろんなですね、毒素とかあれが溜まりやすい部分なんですね。だからここに溜まってくると、どういう病気が出てくるかっていうと、特にこの腰の周りの部分っていうと、女性で言ったらちょうどやっぱ子宮とか、あたりなんですよ、内臓とかその部分が不調が起きてくるっていうことです。だからこの仙骨を、なんて言うんでしょうね、毒素を溜まった毒素をこう流れを良くしてですね、循環を良くしてやる必要があるんですね。でそのために、仙骨の治療っていうのをするんですけど、ただ仙骨っていうのは仙人の仙って、まあ、非常に何て言うんでしょう、高尚なっていうか非常に大事な部分って分かりますよね、この漢字見ても仙骨ですから、仙人の仙骨。